はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数三の偏曲点とグラフの対称性についてお送りします。で、今回ね、この2問やりますので、1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回この問題解きながら、奇関数と偶関数ってがあるんですけど、それについても軽く触れていきます。ちょうど使うんでね。まあまあ、それは後々に取っておいて、まずこいつの偏曲点、こう P を求めていきましょう。で、偏曲点が欲しいので、まあ、微分していくと。まず一回ね、Y プライムで微分すると、X3 乗は 3X2 乗。3AX は 3A になると。で、B はね、消えてしまうので、これで OK です。で、今まで、増減表書いたときに、そのプライムね、Y プライムが0になるときとか考えてきたんですけど、偏曲点だけの話なんで、今回。座標だけだからね。だからもうこれ無視で、そのままダブルプライムいきます。これを求めたかったから、これ使っただけですね。じゃあもう一回微分すると、ここが 6X。で、3A 消えてしまうので、これで終了です。で、ダブルプライムイコール0。より、これはもう x イコール0だけが出てくると。じゃあ、これで増減表を書きます。で、書くときに、今まで、x、y プライム、y ダブルプライム、y と、やってきたんですね。こうやって4つ分で、下に見てね。でも今回は、x、まあ、書いてもいいんですけど、増減表じゃないや、偏曲点だけの話なので、y プライムは特に書かなくても大丈夫です。で、今0だけですね。元々定義域も指定されてないので、これで OK。で、ダブルプライムの時に0。で、偏曲点かどうかっていうのは、ダブルプライムが0であること、まずね、0であることと、その右と左で、まあ、その前後ね、右と左で符号が変わらなきゃいけないんですよね。で、それ書かなきゃいけないから、で、調べてみると、ダブルプライム、じゃあ0より大きい数、5とか入れるとどうなるかっていうと、まあ、当然正になる。負の数を入れれば当然負になるから、ちゃんと符号も変わっておりますと。で、まあ、これがね、上に凸、下に凸とか、まあ、出てくるわけですけど、まあ、ちょっとそれ無視しておいて、で、座標だけ、0を入れると、ここが0、0になるから B になると。こうやってね。つまり、P の座標は0の B。偏曲点は0の B が、答えでしたよっていうのがこれでわかります。いいかな。もしね、ちゃんと書くんであれば、プラスだから、こっちが、あ、書き順まずい。下に凸で、こっちが、上に凸っていう感じになるんですけど。まあ、偏曲点が、YW プライムが変わってれば OK だと思います。で、次ですね。まあ、ここはポイントが出てくるんですけど、その C、こいつね、が、その点 P、今出した0の B です。こいつに関して、点対称であることを示せと。で、これの示し方なんですけど、結局ね、何に帰着するかって、その奇関数の知識を使っていきます。で、確か動画で言、どっかで言った気がするんですけど、探したら見つからなくて、本数が多くてね。奇関数と、偶関数。っていうのがあるんですよ、関数にはね。で、奇関数って何かっていうと、特徴としては、奇関数は、原点に対称なんですよ。原点対称。つまり、グラフで書くと、原点に対称なので、例えば、第一象限にグラフがこういう感じになってるとしたら、点対称なんで、こうなってる。これが奇関数。いいかな。じゃあ、偶関数、せっかくだから色変えようか。まあ、偶数の偶に関数ですね。偶関数はどういう風になってるかっていうと、これ Y 軸対称です。Y 軸に対称。まあ、線対称ですね。Y 軸に対称になってると。つまり、まあ、Y 軸、ここに軸があるんで、まあ、それの線対称、鏡になってる感じ。普通に、有名なところでいけば二次関数とか、こういう感じなものが偶関数って言います。
で、これはまあ非常にわかりやすくって、まあ、y ってまあ x の関数になるじゃないですか。で、全部、その x、まあ、今回 x3 乗と x の1乗になってますけど、使ってる数字が奇数なんですよ。両方3乗と1乗っていう奇数しか使ってないんで、それ奇関数になります。ここの数字ね。3乗と1乗だから。これが2乗だけとか4乗と2乗だけとか偶数しか使ってなかったら必ず偶関数になります。混ざってるとどっちにも当てはまりません。だからそこで判断してもらえるといい。だからこれまあ3乗と1乗になってる瞬間に、ああ、奇関数だなっていう判断ができますので、ってことは、原点対象にはなってるはずなんだよね。原点対象。でも今、P に関して点対象であることを示したいと。じゃあどうするかっていうと、このね、まあ、P が0の B なんでどっかわかんないけど、まあ、上の方にずれたとしよう。こうあるとするじゃん。で、まあ、もちろんこれこんな関数じゃないんだけど、青と合わせるんだったらこういう状態なわけだよ。いい？で、それをもう P で、この位置で考えるとめんどくさいんで、平行移動させちゃえばいい。平行移動させて原点に持ってくればいい。で、原点に持ってきて、あ、これ奇関数じゃんって言えれば、今、こっちにね、原点に持ってきたらこうなってたの。ってことが言えれば、別に戻してあげたって当然 P の点対称になってるでしょ？平行移動しただけなんだから。っていう方針でやっていきます。2番に関してはね。じゃあどうするかっていうと、まあ、書き方はいろいろあると思うんですが、まず平行移動します。よいしょ。待って、止まんなかった。Y を、Y っていうか C か。C を、まずね、y 軸方向にマイナス b だけ平行移動したものを、なんて置こうかな。fx とかにしておきましょうか。まあ、fx 使ってないもんね。いいか。fx とすると。で、すると、fx は、マイナス b 平行移動してるので、こいつからマイナス b する。つまり b 取れるだけなんだけど。yfx イコール x の3乗プラス 3ax となります。今だから上から下に下ろしてきたの。原点通るようにしてあげた感じ。いいね。で、こっからどうするかっていうと、奇関数と偶関数の特徴っていうのは、その fx がもともと式があるじゃないですか。その x のとこにマイナス x を入れるんですよ。負の数ね。マイナス x を入れてみる。そうすると、奇関数っていうのは、元々の fx にマイナスがついたものに変わります。これが一致する。で、ちなみに偶関数は、マイナス x を代入すると、fx と一致します。これが特徴。奇関数と偶関数のね。だから今回は、奇関数であることを使いたいんだよ。点対称だから。だから、これを言いたいのね。じゃあ何を試すかっていうと、まずこれを試してみればいい。今こうなったから、じゃあここで、f-x を考えてみようと。で、元々 fx はもう置いてあるから、こいつに -x を入れます。で、ちゃんと書けば、-x の3乗、プラス 3a-x とこうなる。で、これを整理すると、-x3 乗ですよね。で、こっちもマイナス 3ax となって、マイナスでくくると、x の3乗プラス 3ax となる。で、x の3乗プラス 3ax っていうのはもともと fx だったので、ってことは、マイナスの fx と一致しました。f カッコマイナス x 入れてみたら、こうなったよ、ということが言えたので、fx、は、原点に関して対象ってことが言えたの。奇関数だからね。ってことは、もともと、こいつが平行移動したものが、原点対象になってるんだったら、それを戻してあげても対象になるので、よって、C は、点 P に、関して、点対称であると。これで終了となります。
まあ、帰還数と偶関数に関しては、この後の積分ですね。今、微分やってますけど、積分とかでまた使うので、ぜひぜひ、難しい知識ではないので、覚えておいてください。では、今回は数三の変曲点とグラフの対称性についてやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。